ただいまより令和5年度第2回市長記者会見を行います。本日の案件は令和5年第2回青森市議会定例会提出予定案件ほかとなっております。それでは案件につきまして西市長よりご説明いたします。市長お願いいたします。皆様青森市長の西秀樹でございます。本日はお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。それでは説明をさせていただきます。はじめに令和5年第2回青森市議会定例会提出予定案件についてご報告をいたします。提出予定案件につきましては人事案1件、予算案1件、条例案6件、そして報告11件、合計19件となっております。人事案の副市長選任につきましては、副市長を新たに選任するということであり、これまで慎重に検討を続けてまいりましたが、現在経済部長の赤坂寛氏が適任と認められますので、そのように選任をしたいと思っております。なおこの度の副市長の選任につきましては、第2回定例会を迎えるにあたり理事者側として適切な体制を早期に整えるため開会日の選議を予定しております。次に補正予算案の概要について説明をいたします。資料の2ページをご覧ください。今回の補正額は5億9531万3000円の増額補正となります。これを加えた予算総額は1261億8371万6000円となります。次に歳出の主な内容についてでありますが、まず県の補正予算関連事業の一人親世帯等臨時特別給付金につきましては食費等の物価高騰に直面し影響を特に受ける低所得の子育て世代に対し青森県一人親世帯等臨時特別給付金として児童1人当たり5万円を支給するものであります。申請は原則不要のプッシュ型といたしまして、ご議決いただければ8月下旬から順次支給してまいります。次に私の選挙公約である重点政策の一つであります西プラン関連事業の青森市仕事創造会議推進事業でありますが、コロナ後の社会経済環境の変化を踏まえ産学金間の競争による今後の新しい産業振興の取り組みを進めるべく、その具体的戦略などについて検討共有し、今後の地域経済の活性化及び市民所得の向上を図ることで元気な青森市を作る青森市仕事創造会議の推進に要する経費を措置するものでございます。会議の主な検討項目は地域産業の再生戦略、地域経済循環の連携強化戦略、成長産業分野への参入促進戦略、雇用促進、所得向上戦略としており、スケジュールについては本年8月に会議を発足し本年度内は4回の会議開催を予定するものでございます。続きまして3ページをご覧ください。その他の事業のうち自治体 DX 推進事業につきましては市民の問い合わせ等に自動で応答するいわゆるチャットボットおよび子育て情報配信や母子健康手帳機能を有した子育て支援アプリの導入により DX を推進していくものでございます。次に国内交流推進事業浪岡につきましては、友好名約を結んでいる屋久島町長からお申し出をいただいたものでございます。9月9日に行われます浪岡北畑秋祭り火起こしに
屋久島太鼓を招致し披露していただくというものでございます。次に省力化栽培りんご園、りんご園地環境整備事業につきましては、労働時間を短縮させ生産性の向上が期待されておりますワイカや、超高密植栽培等に取り組む生産者を支援するものであり、補助率などは資料に記載の通りでございます。次に八甲田牛ブランド化推進事業につきましては、八甲田牛ブランドの確立価値の向上を図るための八甲田牛セールスプロモーションなどを実施するものであります。地域公共交通案内情報充実事業につきましては、市営バスに導入した運行情報等をリアルタイムかつ視覚的に確認できるバスロケーションシステム、いわゆるバスロケといっているものですが、について市バスおよびねぶた号にも導入しようというものでございます。次に泉川小学校校舎等改築事業につきましては、泉川小学校の校舎屋内運動場の改築に必要な施設の老朽度状況体力度の調査を実施するものでございます。4ページをご覧ください。次にスポーツコミッション青森推進事業につきましては、スポーツコミッション青森と連携したダンスイベントを開催するものであります。次に第80回国民スポーツ大会開催準備事務につきましては、第80回国民スポーツ大会の正式決定が7月中にも予定されていることから、市民参加型の PR イベントや広報活動等の実施、戦災地の状況調査等を実施するものでございます。続きまして歳入に関してでございます。歳出補正に連動する財源や本補正を実施するために必要な調整分を見込んだものでございます。繰越免許費及び債務負担行為につきましては記載の内容で設定するものでございます。以上が提出案件のご説明となります。次に陸奥湾の環境保全のほか、陸奥湾の豊かな自然や美しい自然景観を生かした産業及び観光の振興に取り組んでいる陸奥湾広域連携協議会が主催するイベントについてお知らせいたします。6月24日土曜日、今週末でございますが、横浜町において本協議会の総会のほか、陸奥湾フォーラム、陸奥湾広域連携物産展、陸奥湾サイクルロゲイニングを開催いたします。まず2023陸奥湾フォーラム in 横浜町についてでございますが、主な内容としましては、青森市観光大使であります GMU による陸奥湾フォーラム応援ソングである風が吹く陸奥湾でを含む3曲を披露するオープニングライブを開催いたします。そして、横浜町と連携して脱炭素化に取り組んでいる神奈川県横浜市による基調講演や、横浜町で環境保全活動を行っている団体による活動報告がございます。そして、沿岸市町村の中学生を対象に昨年度初めて実施いたしました令和4年度陸奥湾を守るポスターコンクールの表彰式などを予定しております。なお皆様のお手元に配布してございますチラシに掲載されている作品はポスターコンクールの最優秀賞を受賞した作品でございます。またフォーラム会場近くの道の駅横浜、菜の花プラザでは陸奥湾広域連携物産展を開催し、陸奥湾沿岸8市町村の物産展の販売を行います。主な販売品としては、青森市からはチーズアップルパイ、陸奥市からは大港海軍コロッケ、今別町からは今別牛の串焼きなどを予定しており、ご当地キャラも登場して会場を盛り上げていく予定ですので、皆様におかれましても取材報道をよろしくお願い申し上げます。
3つ目ですが、陸奥湾サイクルロゲーミングの開催についてご報告いたします。今週末6月24日土曜日と25日日曜日の2日間の日程で第2回目となる陸奥湾サイクルロゲーミングを開催いたします。陸奥湾サイクルロゲーミングは沿岸市町村の広域観光の推進を目的に設立し開催しております。制限時間内に自転車でチェックポイントをできるだけ多く回り得点を競うサイクルイベントでございます。当イベントは前回同様道の駅浅虫温泉ユーサー浅虫をスタート会場にしまして2日間で約270キロの陸奥湾一周サイクリングコースを巡るエキスパート部門というのに加えまして体力に合わせて1日でコースを巡るビギナー部門を新たに設けて各市町村の名所や面積などを巡りながら豊かな自然や文化を堪能していただく仕掛けとなっております。申し込み者は4月14日から6月11日までの期間で募集をいたしましたがエキスパート部門は14チーム23名ビギナー部門は10チーム25名合計で24チーム48名のご応募をいただきました。24日土曜日は参加者へエールを送るため本市の観光大使でございます GMU の皆様にお越しいただくとともに横浜町で開催の陸奥湾フォーラム終了後の15時15分には私も含め8市町村長と記念写真を撮ると特典を獲得できるというチャンスも用意してございますので皆様にもイベントの取材や盛り上げにご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。私からは以上になります。はい、それでは案件に関しましてのご質問をお受けいたします。ご発言にあたりましては社名とお名前をお願いいたします。案件以外のご質問に関しましては後ほどお願いいたします。それではご質問がございましたらお願いいたします。マイクお持ちいたします。東日報下山です。よろしくお願いいたします。と先ほど28日開会の定例会の方に、はい、副市長人事として、はい、赤坂経済部長を、はい、選議として出す予定だとおっしゃられておりました。赤坂経済部長副市長に選任された理由とですね、あとまたその現在経済部長をやられていたりとかあと経済畑が長い方かと思われるんですけれども西市長がその経済回復というところを掲げていたかと思うんですがその部分においてどういったところに期待をされているかお聞かせ願えないでしょうか。はい、ありがとうございます。経済畑を長くやっている赤坂市でありますけどもそれ以外にも福祉の関係の部署ですとかそれから都市整備部ですとか、企画の関係ですとか、幅広く市行政の仕事をやってきたというその識見それから経験そして、町内での人のつながりといったものを持っている人間として私は最適であるというふうに考えました。で、もちろんその経済畑にもいるということからこれから私が最も力を入れようとしている地域経済の活性化といったところに大いに力を発揮してもらえるものと期待をしているところでございます。ありがとうございます。はい、他に案件に関しましてご質問はございませんか。朝日新聞古翔と申します。今の質問に関連してお尋ねいたします。6月5日 の最初の会見の際には副市長について2人体制ということを検討されているという話でした。お二人目については今後どういうふうにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。はい、2人目に関しましてはまずはその分野としては民間の分野からということで考えております。1人が、市行政の中からということですね。もう一人は民間からということを考えておりまして、現在私が一人で、その対応をしているところでございまして、今回の議会には時間的には間に合わないものから、できれば早ければ9月議会などに
提案をしたいという、そんなスケジュールで考えております。よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。読売新聞の平本です。まず、赤坂さんについてなんですけれども、まず、赤坂さんとはいつ頃からこう交流というかあって、どんな付き合いがあったのかというのを教えてもらえますでしょうか。まずはやはり私が、そうですね、商工会議所の活動をするようになって、それで、こう市の方といろんなこう接点を持つ中で、一緒に仕事の関係の話をするようになったというのがそもそもでございます。なので、かれこれ20年ぐらい前にそういう実際に仕事でこう知り合ったというところでございます。あ、なるほど。いや、知り合ったのは仕事を通じてという感じなんですか。あとはもともと高校の同期でございますので、知らない中ではもともとはなかったですけども、具体的にこう仕事を通してというのはその、私が商工会所の活動をするようになってからという感じでございます。高校時代は特にそんなに交流はなかった感じ。普通の普通の同期生というそんな感じの、はい、なるほど、お付き合いでございました。はい、で特にすごいその時友人というかほどでも、顔はよく知ってますけど、ね、なるほど。いや、その頃からもうそういうなんか、はい、将来一緒になった時はみたいなのもあったのかと思ったんですけど、それだけではない。はい、そうではございません。はい、で、その赤坂さんを選ばれた理由なんですけど、はい、当然赤坂さんは経験、こういういろんなことを企画とか経済関係、はい、部署やってて、はい、経験豊富なのは分かるんですけれども、はい、当然その行政経験者となれば現職の部長だけでも総務部長はじめたくさんいらっしゃるわけですし、去年とか一昨年くらいに辞めてよねというような部長経験者の方もいらっしゃると思うんですけど、その中で赤坂さんを選ばれた理由というのを教えてもらえますでしょうか。はい、やはりその私自身がその商工会議所の活動とかでこう関わっていく中で、例えば私が印象に残っているのは、ワラッセを開設するにあたって当時担当していたんです。でかなり苦労をしながら、なんとか今の形を作り上げてきたという、その苦労なんかを私は旗で見ておりまして、私自身もあそこの施設に関してはそれなりに意見をこう申し上げてきたわけですけども、そういうのも聞き取りながら、そしてまたいろんな方からの意見をうまくまとめて今の形を作り上げたという、そういったその実績をこう目の当たりにしているというのが私にとっては一番こう決め手になっていたところであります。わかりました。あともう一人のその経済の方の経済界の方っていうのはもう人選はもう決まっていて、その方の内託も得られているような状態ということを理解でよろしいでしょうか。いえ、これからです。はい、なるほど。もちろんこういう人がいいというのは私の頭の中にはありますけども、はい、具体的なアクションはこれからということになります。あ、なるほど、わかりました。あとその補正予算関係なんですけれども、はい、今回その会議のその仕事創造会議、はい、665万7千となってましたけれども、はい、具体的に どんな費用になってますでしょうか。はい、ですね、経費の内訳については、まずは会議の開催経費というのがあります、はいはい、それから、会議で使用するための地域の経済データをこちらで用意していく必要がありますので、そのデータの作成経費などになっています。で、具体的な内訳としては会議開催経費として、委員として招く方の謝金ですとか、それから会場費などで、380万円ほど見ております。それから資料の作成はなどの経費としては280万円ほどと、合わせて660万ということになります。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、朝日新聞さんどうぞ。すいません、立て続けて、はい、またちょっと人事の方を先にお尋ねするんですが、はい、あえてお二人目の方をその民間分野からというふうにされる市長のお考えをちょっと改めてもう一度伺ってもよろしいでしょうか。はい、私の公約の中でも真っ先に掲げているのが地域経済の活性化ということでございまして、それを実際にできるのは経済界の人間なわけですから、そういうところからその多くの知見を持って、そして、
いろんな幅広い人脈を持っているようなそういう人材を起用したいというそういう思いであります。そしてまた2人いるうちの1人は町内からですので、やっぱりバランスを取るという意味でもこれでこう全方位的な行動ができるのではないかというふうに考えています。ありがとうございます。あと2点目なんですが、仕事創造会議の方になります、はい、今具体的な費用の内訳についてお伺いしたところなんですけれども、今回その主な検討項目として4つ、はい、掲げてらっしゃいまして、はい、これ番号をつけてらっしゃるのは何か優先順位的な意味での番号、はい、ということ特にはございません。 4つあるという意味での番号です。わかりました。はい。で8月に発足されて、はい、以前の話では何か1年ぐらいをめどに、はい、形をということであったんですが、はいはい、改めてその予算付けができてきた段階でですね、今改めて市長の中ではどういうアウトプット、どういう進化プロセスっていうのを考えてらっしゃるのか、改めて伺ってもよろしいでしょうか。はいはい。いろんなことができると思っているんですけども、まず一つはやはりその地域のデータを引っ張り出して、それを検討することによって地域課題がどこにあるのかというのを探し出そうと思っています。それに対して解決の手口としてどういうことが考えられるのか、そういうところを見出していこうと。それがそこに対して既存の企業の方も、あ、そういうんだったら自分もやってみたいっていう方には手を挙げていただきたいですし、それから新規創業をして、そういう新しいビジネスにチャレンジしたいっていう人がいれば、そういう人にも参加をしてもらって、それを後押しをしていく、そんなことができる会議になっていけばいいというふうに思っています。そうすると以前ちょっとお尋ねした際にもまだということではあったんですけれど、今まで経済界で長くお勤めになられてきて、今現状そのコロナ禍でマイナスになった部分っていうのをどういうふうに捉えてらっしゃるのかというのと、この会議自体はそういうマイナスをゼロに戻していくというよりは、さらにプラスにしていくっていう、なんて言うんでしょうか、ゼロをプラスにしていく、1をプラスにしていくっていうんでしょうか、ニュアンスとしては どっちが強い会議ということになるんでしょうか。はい。今おっしゃった形でお答えすると、短期的なものではあまりないということになります。だから短期的な対策というのはこれからまた次々とやっていかなくてはいけないと思いますが、これはどちらかというと中期的長期的な取り組みになっていくというふうに思っています。でただ実態としましては、コロナ禍で疲弊した企業とか お店の方々っていらっしゃるわけで、それがだいぶその観光客とかが戻ってくる先日の絆祭りも大変な人でにぎわったということもあって、だいぶそういった方々にも笑顔が戻りつつありますが、でもまだまだコロナ前には戻ってないという声がすごく多いわけです。でもしかしたらコロナ前には戻れないかもしれないという方、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃいますので、そういう方々に対してこういう取り組みをしていけば以前よりももっとこう成長できるんだよという、そういう提案をしていきたいというふうに思っています。はい、はい、よろしいでしょうか。他に案件に関し、はい、どうぞ。NHK の角田です。よろしくお願いします。はいはい、補正予算なんですけれども、全体としてこうどのような予算になったと思われますでしょうか。全体として、はい、今回はそのどちらかというと以前から計画されていたことが、具体的な予算化をしていくという、そういう意味付けが大きい。であと補正予算の大部分を占めるのが県 の子育て向けの補助金という給付ということでありまして、そういう意味では、今までの流れを大きくこうなんて転換するのではなく、今までこうやろうとしていたことはそのまま続けながら、私の仕事会議ですとかその辺の新しいことを少し盛り込んだという、そういう状況になっています。でこれからまた次の機会に合わせて、どんどん私のその公約に掲げていることを事業化していきたいというふうには思っています。よろしいでしょうか。はい、他に案件に関しましてございますか。東日報の岩崎です。はい、ちょっとまた人事の話に戻っちゃうんですけども、はいはい、副市長のもう一方の方なんですが、これは民間といわゆる民間登用という形になるのかと思うんですが、これまで青森市で民間登用の
副市長というのはいらっしゃったんでしょうか。どなたか分かりますか。いらっしゃらない。初めて、はい、人選はまだ進めている最中だということで、はい、人選というかもう私の頭の中にまだ承諾を得てない状況で、はい、まあ、ただ初めての民間投票を前提に今、はい、やろうとしてるってことですよね。まあ、全くそういう意識はなかったですけども、うん、そういうことなんだと思います。で、早ければ9月議会ということで。そうですね。分かりました。すいません、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。他にお願いします。青森朝日放送の藤原と申します。国民スポーツ大会の関連でなんですけれども、予算額がもう 10倍以上になっているというところで、具体的にこの市民参加型の PR イベントなどというのはどういったものをイメージしているのか教えてください。はい、はい、お願いします。はい、ご答えさせていただきます。経済部理事でございますが、青森県域ご市町村でのですね、連携イベント、まあ、いわゆる物産展とかそういったもの、あるいは、カウントダウンボードを制作したりですとかですね、あとは町内にその横断幕を掲示したり、あるいはラッピングバスを走らせたりといったような事業を想定してございます。以上です。ありがとうございました。はい、他に案件に関してございますか。すいません、予算の方になるんですけれども、はい、先ほど自分のカラーを今回の予選で少し盛り込んだというお話をされていたかと思うんですが、今回の予算の中で省力化栽培のリンゴ園地の環境整備事業だったりとか、はい、発酵田牛のブランド化推進事業というのも、はい、増額してたりするかと思うんですけれども、はい、選挙戦の際に西市長が公約の中に掲げられていた、農林水産業のブランド化を進める上で、まずはその、ブランド化をする上で、PR も必要だというお話もあったんですが、 PR するためにはまずは量が必要だというお話をされていたかと思うんですけれども、今回のりんご園地の事業だったり発酵田牛のブランド化推進事業というのは、それに関連するというものと考えてよかったでしょうか。はい、発酵田牛に関してはそういうことになります。で、りんごに関しましては、これは要は就農者もだんだん減ってきてたり高齢化しているということもあって、やはりその生産の合理化っていうのがどうしても必要なので、それを優先したという形になります。なのでそういう意味ではブランド化というのとはちょっと違って、こちらは本当にそのこれからの時代に対応したするための合理化ということになると思います。で、まだ次々とありますので、それは今後どんどん出していきたいと思っています。ありがとうございます。はいはい、他に案件に関しましてご質問は。お願いします。すみません、読売新聞の平本です。はい、で、今回初めての予算編成、補正予算の編成になったかと思うんですけれども、はい、ご自身では西からをどれぐらい出せたか、何点ぐらいの補正予算になったか教えていただければと思うんですけど。はい、まだまだちょびっとだけです。自己採点だと何点ぐらい。自己採点だと30点ぐらいですかね。あ、なるほど。はい、まだまだやりたいことがやりきれてないみたいな。そうですね、まだ就任して2週間強でございますので、はい、あまりこう細かいところまでは私の意見を反映させてないもので出しております。その就任会見の時には確かその商品券についてもまだ、はい、検討、というふうに立てて、今回の予算には入ってないようですけど、どんな状況なのか、もう断念したのか、はい、それともまだ例えば追加提案みたいなものをまだ諦めてない状態なのか、はい、その辺教えていただけますでしょうか。はい、それは商品券という形がいいのかどうかも含めて、検討したいと思っておりますし、できるだけスピーディーに対応はしたいと思っています。はい、商品券以外の形というのもなんか、もうすでに具体的なイメージがあるってことか。
他の地域でやってるあの形とかもありますので、そういうのを参考にしながら、はい、どうすればあのスピーディーにできるかということを考えたいと思っています。スピーディーにできなかったのはやっぱりこうコロナ禍との時とは違って財源とかなかなか制約があったということなんですか。そうですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、他に案件に関しましてご質問はございませんか。はい、ないようですので、それでは案件以外についてご質問をお受けいたします。質問がございましたらお願いいたします。はい、ないようですので、あ、東北新報の関根と申します。はい、先週、東北絆祭りが開催されまして、主催者発表で29万人の人出があったということだったんですけども、開催地の市長として今回の絆祭りの総括といいますか、まあ、来場者数ですとか、まあ、地域経済への影響ですとか、その辺どのように受け止めてらっしゃるか伺えればと思います。はい、まずはあの人出には正直びっくりいたしました。で、予想以上の人の集まり方で大変嬉しく思っています。そしてまた4年ぶりの公道でのパレードっていうのが実現できたことが何よりも嬉しいことでございまして、それを見るために本当に今までこう思うように外にも出られなかった、旅行もできなかった人たちが一気に青森に集まってくれたんだなというふうに思いました。その中心市街地に県内外含めたくさんの人がいらっしゃったということで、そのコロナ後の経済回復というところについてはこうどのような影響があったというふうにお考えでしょうか。まあ、中心市街地エリアは主にその グルメのコーナーですとかそういうところがあったわけですけども、やはり非常に売り上げも良かったというふうに聞いておりまして、そういう意味では一定の経済効果を一定のって言っちゃあれですね、大きな経済効果をもたらしたんだというふうに認識しております。あと、まあ、あれだけの人が集まったということだったので、その運営面でのご苦労なんかもあったのかなと思うんですけども、はい、まあ、これからこう夏に向けていろいろねぶたも含めお祭りが控える中で、そしてこう今回課題に感じたところ何かあればお聞かせいただければと思います。課題ですか。あまり思いつかないですね。やっぱりそのねぶたの運営に慣れている青森市民ですから、非常にその辺はスタッフも含めて、非常にこうテキパキと動いてくれたように思っています。はい、ありがとうございます。他にございませんか。時事通信の戸所と申します、よろしくお願いいたします。まず会見のあり方についてなんですけれども、はい、今までの小野寺市長の会見とだいぶ雰囲気が変わったというかスタイルが変わったと思うんですけれども、どこがどう変わったのかというところと、その狙いについて教えてください。はい、すいません、その前にどう変わったか教えてください。私初めてなもんですから。多分机がまずあるとか、はいはい、いうところだし、場所も多分そもそも違うと思うんですけれども。はい、おそらくコロナの対応とかもあって、なるべく広い場所を使いたいということから上を使ってたんだと思います。で、今そういうのはあまりこう気にしない時代に入ってきましたので、そういう意味では私の方でここでやりましょうということを申し上げましたし、私が選挙に出る時の記者会見とかも全部こうテーブルと椅子を並べたもんですから、こういう形でやりましょうということでお話をしました。そうですね、ちょっと話題変わりまして、はい、マイナンバーカードのことについてお伺いしたいんですけど、マイナンバーカードのことについてお伺いしたいんですけども、はい、今全国的にマイナンバーカードをめぐる問題が相次いでいます。はい、国がですね、昨年度末にほぼ全ての国民に交付をしたいということで、はい、青森市さんも協力してきたと思うんですけれども、はいはい、こういうようなマイナンバーカードの信用性に関わることが相次いでいる状況について、この市長としてどのようにお考えでしょうか。はい、当然のことですが、非常に嘆かわしい事態だと思っております。個人の情報がああいう形で、人に渡ってしまうようなことにもなるわけですから、そういうことはああいうシステム上絶対あってはならないことが起きているという意味では、非常にそのシステムの不備だと思っています。で、簡単な話ではないと思いますし、非常に重大な事態だと思っておりますので、そこは国の方ではしっかりと対応してもらいたいと思っています。関連してなんですけれども、政府はですね、
来年秋をめどに現状の紙の保険証を廃止してですね、マイナ保険証にしようということで決めています、はい、ただインターネットを含めてですね、かなりそのマイナ保険証に対する忌避感というか、反対意見もありまして、国会議員の方からも今のまま進めるのではなくて一旦立ち止まるべきだというような意見も出ていますけれども、市長としては、こういうような相次ぐ問題を受けて来年秋のマイナ保険証導入は一旦立ち止まって考えるべきだとお考えでしょうか。現時点でいけばその方がいいと思います。ただ今後どういう形で 対策をしていくのか、そこはしっかりと見ながら考えていきたいと思っています。最後にします。マイナーカードについてですね、国に対してどういうことを求めたいでしょうか。今回の問題を受けて、はい、その先ほども申し上げた通り、あってはならない事態が起きてしまっているので、これは本当に重大なことという認識を持ってもらいたい。で、今後そういったことが絶対にないようにしていかないと、おそらく移行は進んでいかないと思っていますので、移行を進めるためには ああいうトラブル不具合がないようにしっかりと対応してもらいたい、そういうことでございます。確認ですが、移行というのはマイナ保険証への移行という。はい、そうです、そうです。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。青森朝日放送の藤原と申します。市長になられて2週間ほど経ちましたけれども、率直に今どんなお気持ちなのかというのをお聞かせください。はい、毎日毎日ものすごい公務が続いておりまして、本当に息つく間もないほどであります。ただこれは今議会も控えているということもありました。それから先週末の絆祭りもありましたということで、本当にいろんなことをいっぺんにやっていかなきゃいけないんだなということを非常にこう今実感をしているところでございます。で、これからはやはり自分の公約の実現に向けたことに少しこう頭を切り替えていかなくてはいけないですし、即戦力ということを訴えてきた私でございますので、ぜひすぐにスピーディーにそういった対応を取っていきたいというふうに思っているところです。この忙しさに関しては想像通りなのか想像以上の忙しさなのか、どんな感じですか。今までも結構忙しいつもりでいたんですが、それ以上でという状況でございます。そして市長に就任されてすぐにこの東北で大きい祭りということで絆祭りが、しかも青森市では六根祭から7年ぶりに開催というところがありましたけれども、市長になって迎えたこの祭りというのは見え方感じ方はいかがでしたでしょうか。そうですね、今までもねぶた祭りに関しては主催団体の一団体として商工会議所の立場で、先頭に立って提灯を持つということもやってきましたので、そういう見方見え方っていうのは大きく変わってはいません。ただその六根祭じゃないや絆祭りというああいうその六市のお祭りが一堂に集まったそういうお祭りの場では、やっぱり青森ねぶた祭りっていうのものすごく素晴らしいコンテンツだなというのを再認識いたしました。福島なんかですと市長がわらじの上に乗ってパフォーマンスもされてましたが、そのあたりは市長という立場でのねぶただったり祭りのパフォーマンスどのように考えてますか。はい、ねぶたはそんなことしなくても最高のお祭りです。ありがとうございました。以上になります。はい、よろしいでしょうか。はい、TV の草原と申します。よろしくお願いします。先ほど選挙公約をこれから順天的にやっていかなければとおっしゃっていたと思うんですが、そのことについて2点伺いたくて、はい、まず公約にも掲げられている道の工夫力発電について今後どうしていきたいだとか何かお考えはありますか。はい、おそらく今環境アセスのプロセスの中にあると思いますので、今これから多分方法書が提出されてくると思います。でその方法書に対して意見書というのを市側から出せることになると思いますので、意見書でしっかりと私の考えを反映させていきたい、つまり、白紙に戻すということを求めていきたいというふうに思っています。でそれ以外にも事業者の方ですとか、それから県に対してもやはりその何でもありという計画自体どこにでも作れるというものであっては、やはり今後また似たような話が出てきかねないわけですので、そこは 県行政やそれから事業者の方々にもそういったこっち青森市としての考え方を伝えていきたいというふうに思っています。
すみません、それに関して、まあ、その方法書がいつ出されるとかまだ分かっていないかと思うんですけど、何月ぐらいまでを目処にしたいだとかそういうものはございますか？いや、出され次第ということになると思います。はい、ありがとうございます。あともう一点、はい、宗像志功記念館についてなんですけど、はい、今回も補正予算にはなかったんですが、はい、今生誕120周年の展示も行われていて、はい、あと存続に向けての署名の会も立ち上がって9月には陳情も市長にされる予定なんですけども、そのあたり今回予算に入れなかった理由と今後どういう形で関わっていきたいかを教えていただけますか？はい、予算化するというのは何かやることがあるからということになるわけですけども、今はそういうお金のかかることではなくて、関係各位のお考えを聞きながらどういう方向性が最もこう望まれる形なのかというのを検討していきたいというふうに思っております。で、実際に私は市長になる前から民間の立場で、あそこをどうすればいいんだろうとか、そういう街づくりの観点でいろんな方とお話はしてきておりますので、その延長線として、今後市行政としてもどういう関わり方があるのかというのを考えていきたいと思っているところです。で、建物自体は青森市が直接どうのこうのって言える立場ではございませんので、全体としてエリア全体としてまちづくりの観点で青森市としてはどういう、こうビジョンを掲げられるか、そういうことを考えていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、はい、よろしいでしょうか？他にご質問はございますか？東日本岩崎です。初めての議会が今28日に開会すると思いますが、市長の意気込み、どういった心持ちで議員の皆さんに向き合っていきたいかお願いします。そうですね、まずは初めてのことでございますので、初舞台ということで、緊張感を持ちながらで私の考えを一人でも多くの議員の先生方にご理解をいただく絶好の機会として、それを生かしていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか？他にご質問はございますか？読売新聞の平本です。すいません、いろいろなんか今なんだっけ、まあいろいろ未知力風力発電ですとか、その、まあ、だから飛行記念館の問題とかいろいろあって、多くの問題はその県との連携で市単独でできるものではないことが多いかと思うんですよ。で、就任会見の時はまだ宮下さんとはメールのやり取りしたぐらいだということでしたけども、その後何かこうやり取りみたいなのはあったのか、あるいは就任後会う予定というのはもう設定されているのかどうかを教えてもらえればと。情報交換は時々やっています。で、就任されたら多分ご挨拶には伺う予定でおります。はい、もう就任当日にお邪魔するような感じ。それはこれからちょっと調整をしてみたいと思ってますが、多分相当お忙しいでしょうから、どうなるかはこれからということです。まあ、逆に時間が限られてくるとなると優先順位があるかと思いますけど、どんなことを話し合いたいと思ってますか？まず一つはやはり病院の統合の話だと思っています。はいはい、それから二つ目には、今私も民間の立場でずっと頑張ってきたのが、はい、青森港を洋上風力発電の関連産業の拠点港にするという、そういう構想でありまして、はい、そこもやはり県が主体となって港湾計画の変更とかですね、その辺は県が主体となって取り組むべき課題でありますので、そこに関してはこちらの考えも伝えて一緒になってそれを進めていくという、そういう関係を構築したいと思っています。その辺がまずは病院が1で風力発電がなると、3番目とかは何が来るの？なんでしょうね、それは新しい知事と話し合いながら決めていきたいと思っています。逆に今非公式で話している中でちょっとその市の施策とかで何か変更が必要だなみたいな部分は今のところは特になさそうな、はい、はい、特にはないと思っています。はい、なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか？他にご質問はございますか？特にないようですので、これで記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。